どうもあげんです。ということで、え今日は就職活動のイ e ス準備編っていうのを、えー、お伝えできたらなと思います。えー、僕自身、まあ、大学4年生で、まあ、理系なんですけど、あのー、大学院に行かずに、あのーまあ、就職をするということに、えー、いたしまして、まあ、就職活動を、えーまあ、3月まで海外いたので、まあ、そこから急ピッチに始めて、 無事に泣いていただいたっていうところで、こう、何て言うんでしょうか。自分自身が、こう、就職活動っていうものを、こう、客観的に分析した視点と、まあ、後々、こう、自分が実際に、えー、就職活動をしていく中で感じたことっていうのを、こう、分けて、まあ、本動画では、まず最初に ES 準備編として、えー、こう就職活動っていうのは客観的に、こう、捉えたらいいんじゃないかっていうのを、まあ、お伝えできたらなと思います。 まあ就職活動はまあ誰しもにとってもこう大事なイベントにはなってくると思うのでまあそういった中でこう小手先のこうイエスのこういう書き方とかまあこういう言葉遣いみたいなそういうところじゃなくてもっと本質的にまあこういったことを大事にしようよねっていうのをまあお伝えできたらなと思いますそれでは,はい始めます まず最初に、えー、目的を、えーまあ、本、動画の目的を伝えたいなと思います。本、動画の目的は、まあ、就職活動っていうもののイメージをまず持ってもらいたいのと、あと行きたい企業からまあ内定を得るっていうのが一つゴールになってくると思うんですけど、そのために必要な考え方っていう大枠を分かってもらうのと、あと先行不能の戦略をちゃんと考えましょうよっていうのを話したいなと思います。まず最初に就職活動のイメージっていうところで、まあの、手紙屋っていう本を まあ私自身が、まあまあ、大学2年生の頃に読んだんですけど、あの内容としては就職活動っていうものをこう船に例えていまして、まあ、こうオールでみんなでこいで、で企業自体がまあこのゴールっていうまあ企業理念ですね、企業の目標を作りたい世界、まあ、企業理念だったりパーパスっていうところに向かっていて、そこに参加させてくださいよってお願いするのがまあ就職活動のイメージっていうのをこの手紙や に書いてあった気がしますすいますすせん <laughs> 確かそうだったと思います。まあ、それだけすごい印象に残ってて、まあ、それはそうです。で、まあ、そういった中で、就職活動、この本に書いてある通りだと思うんですけど、僕が多分一番大事だと思うのが、最低限の共感、理念に対する最低限の共感っていうのが必要じゃないかっていうことですね。 まあ、要するに、まあ、最低限って言ってるんで、まあ、嫌いじゃなかったらいいっていう形ではあるんですけど、こう、企業がこういうとこを目指してますよって言われて、なんて言うんですかね。自分が、え、自分が、あのー、まあ、その企業をそういうとこを目指していて、自分が、え、まあ、そこ、 に対して嫌じゃなかった場合もし反発してたらその企業が育成のオールをこぐっていうこところと邪魔することをしてしまう可能性があるので、まあ、そういったことをせずにちゃんとそこにゴールしてるっていうのに対して共感を得てるから手伝いますよっていうような感じで、えー、最低限の共感が必要ということになります。で要するに主張活動ってまあその企業選びっていうところがあるんですけど、まあ、こういったたくさんの目的地行きの船っていうのがたくさん企業ごとにあるわけですね。企業ごとにこういったような船があって。 様々な目的地域の船があると。でそういった中で、まあ、自分が選んで、まあ、一緒に参加させてと、まあ、交渉を行う、まあ、双方が選ぶっていうのが、まあ、就職活動にあたるのかなと思います。なので、自分はこのどの船に乗るかっていうのを選ぶ立場にもあるし、企業側はその、まあ、決めた企業、えー、と船の中でその人を受け入れるかっていうところの、えー まあ、そういった、もう選ぶ、双方が選ぶ立場っていうのがあるのが就職活動になります。で、また別のイメージとして、就職活動は恋愛だとも言われたりしてます。まあ、恋愛の犠牲バージョンとも書いたんですけど、こう、まあ、ど、どれだけ自分がその企業を許容できるかっていうところで企業選びはしていくのかなと思います。で、自分が譲れないものは何かっていうのを探すのが企業選びだったり、まあ、恋愛対象探しに該当したりするもので、 で、実際にこう就職活動を進めていく中で、まあ、それが一つ、その企業に対して、まあ、求愛じゃないですけど、こうまあ、デートをしていくような感じで、まあ、その相手が好きなこととか何だろうとか、こういったレストランに連れて行ってあげたらいいのかな、こういったタイミングで告白しようか、それまでこういった準備しようか、みたいな、まあ、そういったことを考えるのも一つ、就職活動が恋愛に例えられる、よく恋愛に例えられる、一つの原因だったりはします。 で、WinWin の関係っていうのが一つ、これはすごく大事なことなので覚えておいてください。シンプルに、その企業があなたを雇う目的って何ですかっていう企業の Win と、あなたがその企業に入る目的は何ですかというあなたの Win っていうのが何ですかっていうこの2つがあって初めて成立するのが就職活動です。なので、双方に Win がない限り、就職活動するのは意味がないっていう形にはなります。 まあ言い換えると、あなたにその企業が入ってほしい理由は何ですかあなたがその企業に入りたい理由は何ですかっていう形にはなります。双方の耳を意識して就職活動を進めるっていうのが大事になります。まあ、どうしてもこう、自分視点、自分が企業に入る、企業を探すっていう自分視点になりがちなんですけど、そうじゃなくて、まあ、企業が、えー、こう、あなたを雇う、 あなたが欲しい理由っていうところを考えることによって、まあ就職欲しい企業からの内定の安さっていうのが、やっぱり得られてくるなと思います。あなたから企業っていうところで、えー、まず企業選びから始めて、企業視点を理解して、まあ本動画ではここをメインに話したいなと思うんですけど、まあその後に PR をして、えー、PR っていうのは企業とあなたのこの、ちょっと外れちゃったんですけど、この企業とあなたのこの重なってる部分が、 を強調してあげるっていうイメージで、最後、何々手を得るっていう形にはなります。では、企業視点を理解していき,いきましょう。企業視点で欲しい人材を考えるときに、こういった方眼関係があるなと思います。えー、まず、企業があなたを雇う理由は何ですか企業があなたを欲しい理由は何ですかっていうと、一言で言えば、えー、あなたが欲しい人物像と合致するかだよっていうところにあります。 まあまあ、こう、まずこういう人間性っていうのがあって、まあ、有能な人材が欲しくて、特に欲しい人材がいて。で、あとはまあ、その中で選ぶっていうような形なので、企業のこう、まあ、諸事情みたいなのがあって。で、丸マ丸2って実はこう、どの企業にも普遍的な人材で、で、丸三は企業ごとに変わるっていうようなイメージはなります。まあ、ちょっと何言ってるかなっていうのはわかんないかもしれないですけど、この後説明していきます。まずは人間性っていうところを説明していきます。 まあ、ひと言で言うと、企業は人間性のあるやつが欲しいということになります。まあ、それは当たり前ですけど、まあ、礼儀だったりとか、まあ、人との接し方、話し方、聞き方、書き方とか、それが、まあ、面接とか失業とイエスに出てきますよ。他者への貢献性だったり、社会貢献性に現れてきたり、マナー、ルールの遵守とか、あとは冷静とか感情的でないとか、ポジティブに物事を捉えられるか、向上心かなどなど、まあ、そういった人間性っていうのがすごい見られるのが、 就職活動になります。まあ、これはまあ、恋愛でも清潔感だったり、まあ、そういったところを、まあ、イメージしていただけたらなと思います。まあ、また、こう、何ですかね、こう、船に関して言えば、こう、船に乗るための切符を最低限買ってるかとか、まあ、そういったイメージにはなります。なので、まあ、人間性っていうところを、まあ、一つ大切にするっていうところも、え、ー 就職活動を限らず、まあ、日常的に必要だとは思うので、そういったことを大切にして生きていくのがいいのかなと思います。二つ目は企業は有能なやつが欲しいっていうところで、有能なやつってどういうやつかっていうと、まあ、主に三パターンがあると思ってみまして、一つ目は結果を出す人って書いたんですけど、まあ、もちろん100、まあ、結果が必ずしも出るとは限らないんですけど、まあ、合理的にスピード感を持って考えられる人、それを実際に行動に移せる人。 とあと、ま、シンプルに PDC を回せる人っていうのがあります。で、まあ、結果が出なくても、合理的なアプローチ、自分で論理的に考えて、まあ、こう、実際に実行に移すっていうことが、をできる。で、さらにスピード感を持って、え、できてる人っていうのは、やっぱり、企業の中では、まあ有、有能なやつの枠として、欲しい人材にマッチするのかなと考えます。 で、また長期的に貢献する人っていうのも欲しくて、まあ、すぐに辞めてしまうような人っていうのは企業を取りたくなくて、やっぱり向上心を持ち続けて成長し続けたいっていうところで、まあ、将来こういった人物になりたい、こういった職種でこういったふうに社会に貢献したいっていうような目標を高く持ってる人っていうのはやっぱり長期的に働いていくっていうところがあると思うので、長期的に貢献する人っていうのも有能なやつの枠組みに入ります。で、三つ目は、まあ、これは持っててる人は少ない ではあるんですけど、まあ、逆に、まあ、これを持っていると差がつくっていうところあるんですけど、組織視点で物事を考えられる人っていうのは一つ、えー。ポテンシャルがある人にはなります。まあ、こういう組織視点で考えられる人っていうのは、まあ、やっぱりこう就職活動で。していく中で、これをやりたいっていう職種を選んでいく人が多いんですけど。まあ、そういった職種の中でも、組織視点で考えた場合、目の前のこういったこう自分のやりたいことをやるっていう人もそうなんですけど。実際に、どういったことをしたら、こう会社。 もしくは社会の役に立つのかっていうのを考えれる人、組織としてそういったことが必要になるので、実際仕事を作れる人とかは、組織視点で物事を考えられてすごい重宝される有能な人間っていう枠に入ります。またま、ポテンシャルがある人とかリーダーになれる人っていうところをえも重宝されますま。有能なやつ枠に入るという形にはなりますま。こういったことをね、こう思っていると、 企業は有能なやつが欲しいので、えー、まあ、就職活動する上で大前提として、こういったことを、まあ、含むようなエントリーシート、面接っていうのを、まあ、アピールしていくっていうのを大事になります。3つ目は、特に欲しい人材を掲げているっていうところで、これはもう皆さんに、企業ごとに掲げているものがあるので、絶対にそこは確認しほしいんですけど、企業のホームページに欲しい人物像っていうのを掲げているので、そこは絶対に確認してください。 えー、それは企業理念を掲げていて、そのために必要な人材っていうのを、まあ、企業側が掲げているので、えー、そういった欲しい人物像を必ず確認してください。欲しい人物像から、まあ、企業の社風とかも分かったりするので、まあ、あの逆に企業の社風から欲しい人物像の解釈を広げたりとかして分析していくのもありですけど、まあ、欲しい人物像を、えー、しっかり読み込んで、 ES の中でそういったことをアピールしていくとか、面接の中でそういったことを話していくっていうのを、えー、やっていけたらなと思います。まとめますと、まぁ、ま人間性が備わって、その中で有能な結果を出して長期的に、かつ、まあ、組織視点で考えられる人、まあ、組織視点で考えられない人でも、まあ、もちろん大大、企業によっては大丈夫にはなってくるんですけど、まあ、有能枠には入れて、でその中で、 まあ、あの、特に欲しい人物像っていうところで、まあ、例えばコミュニケーションとか、結果に夢中になれる人、合理的に特に考えられる人みたいな企業ごとに特に欲しい人があるので、そういったところを見て、で、あとはもう、企業の事情、ポストとかっていうのがあると思うので、えー、まあ、あとはその、どうしても横並びなので、何人欲しいっていうところで、応募者が助いたら横並び、この条件を満たしてても、結局は、より、こう、特化した人、よりと、この、特に、 欲しい人物像の中心に近ければ近い人を取りたいと思うので、まあ、そういった意味で差別化が起こるので、そういった差別化の競争を乗り越えた先にあるのが、まあ採用っていうところにはなります。で、まあ PR をするっていうのが、まあ結局、まあ次の、えーまあ、企業視点を理解したので、それを元にして PR をするっていうふうになります。で、この PR をするっていうのは、えー、あすいません。あの、実際の ES と、あとは、 なんていうんですかね。エントリーシートと、ええー、あ、すみません、面接ですね。そのエントリーシートと面接で PR をしていくという,うふうになるので、まあ具体的にどう PR するのかとか、えー、まあどうエントリーシート書くのか、どう面接で話すのかっていうのもまた、えー、後日動画を上げれたらなと思います。またここの企業選びに関する動画も、えー、後日上げれたらなと思っています。で、まあちょっと前提として、まあ こう伝えるのが遅くなってしまったんですけど、まあ、今話してる新卒採用を割と中心に話してますよっていうところを申し訳ないですけど、前提として置いておいてください。えー、新卒採用でスキルを求められるケースっていうのは少ないよ。ただ、陰性だと求められるケースって多いんですけど。で、先行においてスキルで。まあ、だからこそ先行においてスキルを持っていると他者と差別ができるよと。まあ、あとは独自性のある志望動機が差別化を生むっていうこともあります。えー、中途採用は、 の場合だと、まあ、スキルを逆に求める傾向があって、前職で何をどう行い、何を得て新しい会社に貢献するかというスキルの上での差別化っていうのが必要になってきますよと。で、二、まあ、つ目は転職を行うっていうことは、それなりの企業、その人の考え方とかがあるので、な、ま、ん、あ、で転職するのっていうところの志望動機にちゃんと合理性があるかっていうところも確認されるとは思います。まあ、ただ、今話したことは、まあ、その新卒採用の方で、えー、新卒採用の方で、 えー、ベースで、えー、話したことになります、えー。最後、まとめに入らせていただきます、えー。就職活動は後悔、恋愛であるというイメージを持っておいてください。でそれっていうのは、まあ、双方の耳があって成立もするものだよっていうことになります。まあ、だからこそ、えーまあ、相手を理解するっていうところで、えー、先ほど考えた企業視点でも捉えることが重要ですよと。企業視点で必要な人材を把握する必要がありますと。で、 あそ,うですね、そのイメージっていうところに関して言えば企業理念に対する一定以上、一定以上の共感を持っておいてくださいよっていうところは大事になってきます。なので、えー、特に皆さんにこの動画を通じて最後言いたいことはもう2つだけになります。1つ目は企業のホームページを見て企業のホームページの理念とパーパス、パーパスっていうのは存在意義、なんでその企業が社会に存在しているのかっていう理念とパーパス。 を、まず読む。で、現社長。創設者のメッセージを読み、企業の社会的役割を理解する。っていうところが、一つ、大事になってきます。次に欲しい人物像っていうところをホームページで確認するっていうことも大事にしてください。 はい。という形になります。まあ、あの、まだ始まり方で今後何本も動画を出していくので、まあ、その都度、その都度、こう、就職活動っていうのを客観的に捉えて、大事なことっていうのを意識して、えー、ま、今後、就職活動する皆様の役に立てたらなと思っております。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。それでは、バイ。